こんにちは。今回はこの大きなモンステラ、これを土からレカに植え替えていきたいと思います。ご覧の通り、刺してあるモスポールも意味がないくらい傾いてきてしまっています。これをどんな風に土からレカに植え替えるのか、ゆっくりご覧ください。ではスタート。
余談ですが、トマトのシチューを使ったのは本当に思いつきだったんですけど、正解でしたね。結構綺麗にアレンジできたし、あと真ん中の部分に大きい一株を入れることができて、バランスよくアレンジすることができたと思います。で、最終的にはいろいろと試行錯誤した後に、なんとなくまとまったら、一本一本茎をマジックテープで支柱の方に、留めていきました。